はい、今日ね、屋敷着物チャンネルにゲストを来てくれました。はいはい、山の上の布団屋石澤です。石澤布団店です。はい、ありがとうございます。昨年9月、はい、わーびっくりっていう企画やりましたね。うん、そうですね。わーびっくりの紹介をお願いします。はい、いらなくなった、いらなくなりそうな、お布団とか着物とか、タンスとかを再生して、有効活用しましょうという、サービスですね。どうしたらいいか分かんない代表的な3つが手を組んだってことですよね。そうですね。で、1箇所に頼むと3つの問題が全部解決しますよという、うん、はい、そういうことです、うん、ワンストップサービスです ね、 ね、はい、でうちの店でですね、今回ちょっとあのタンスの中から出てきた、カビた着物があって、はいはいはい、これは大変だということで、うん、今までだとカビってめちゃめちゃ大変だったんですよ。あ、なるほど。結論から言うと、カビを根絶するためには、もう1回ほどいて、洗って、縫い直す。ああ、なるほど。なぜなら、縫い糸にもカビの菌が入っちゃってて、ああ、なるほどね。どうしようもない。はいはいはい、はい、だから、例えば着物1枚直すと、その方法だとね、大体7、8万かかる。ああ、結構かかるんだね。うん、そんな金額だったんだけど、なんとなんと、このわーびっくりのね、伊沢君のところで、はい、カビ落としをすごくこうリーズナブルに簡単にやってくれるっていうので。そうですね。はい、ご説明お願いします。はい、当店にてオゾン除菌というのをやっております。まあ、いわゆる、最初に始めたのは要するに押し入れにずっと入っていたお布団なんかちょっとカビ臭くなっちゃって困ったなっていうお布団を、オゾン生成器を使ってオゾンのガスを照射して、カビ菌を殺すというサービスですね。はい、であとは枕とか、そういう脱臭効果もあるので、加齢臭なんかも全部、爆破してくれるという形です。耳が痛いよ。枕カバー洗濯した時のあの匂いの辛さね。はいはいはい。あれも楽なの？あれも一応な弱くはなります。かなり きつい匂いだと、まあ、かなりちょっと残臭はありますけど、はい、だいぶ薄まります。まあ、匂いの方はさておき、カビというものについては、そのカビの菌が全部死ぬわけ。そうですね。コロナウイルスとかで、オゾン空気清浄機とかも多分あるかと思うんですけど、とにかく菌を殺す役割があるので、オゾンという機体は。はい。O3 と書くんですけども、それを照射することによって、まあ、菌が死んでしまうという効果ですね。はい。今まで着物屋さんでカビ落としっていうと、まず着物1枚でどうだろう、黙って7、8000円からスタートかな。あ、なるほど。でなおかつ、全部それで根絶できない。はい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 。だからその溶いて洗い張りして下手直しっていうことになるんですけど、伊沢君のところに出すとこれが根絶できちゃうわけですか？そうですね。一応ついてるものに関してはそのオゾン処理をすれば、まあなかなかカビの汚れが取れるわけではないので、もちろんもちろん、カビ菌が全部死滅するという形になります。今の話だと、はい、布団をカビたら椅子屋君とかに持っていけばいいんだよね。そうですね、はい、だと木綿のカビと絹のカビって料金って違う。なるほどね。まあ木綿なんかは通常当店で取り扱っている木綿布団などでやっているので、まあ木綿が一番多いんですけども、絹になってくると繊維もかなり特殊なものになってくるので、ちょっと金額の方は少しいただくような形になります。シルクになると、はい、とはいえさ、例えばカビる着物ベスト3が、まず黒の紋付き喪服、はい、喪服、はい、振り袖、はい、あと江戸妻、結婚式の切り出し、はい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 、やっぱタンスから出てこないやつ代表作3つですよ。そうなのね、それがかびるんだけど、直すとそれぐらい金額かかってたんだけど、それが、今までのその解いて洗い張りなんていう金額じゃなくて、1枚5、6000円ぐらいできちゃうのかなと。まあそうですね、カビ菌を殺すという意味では、はい、できちゃいますね、はい、でそのカビた白いプツプツは残るから、はいはい、きちんと洗わなくちゃいけないけど、そうですね、はい、今までのおそらくコスト半分ぐらいできるんだろうね。なるほどね、でもそうかもしれないです。でやっぱね、これ例えばシルクだけで考えるとあれですけど、着物の加工って箔とか刺繍とかもろもろ入ってくるから、はい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 、やっぱこう専門性が高いところに一回相談しないとダメっぽいね。なるほど、そうですね、
はい、まあ、そういうことで言うと石澤君のところはバッチリなんじゃないですか、うん、そうですね、あの一応、まあ、あのオゾンサービスに関しては、昨年ぐらいから本格的に始めたばっかりですけども、かなりあの効果は実感できたりはするので、はい、おすすめです。なるほど、はい、やっぱしこうなんて言うんだろう、タンスの中から出てくるカビ臭いものって、うん、はい、めったに出さないからカビ臭いんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。で、ね、使おうかなと思った時、出した時にうわってなっちゃうんですよね。はいはいはい。洋服でカビてるやつ、うん、ベストワンは？洋服でカビてるやつベストワン、アウターとかウィンドブレーカーとか、うん、ああいうのって意外とこうシーズンもので、あんまりきちっと乾かないまましまってしまったりする人がいるので、あ、なるほど、なかなか着ないやつがカビてるってことはありますね。うんうんうん。いや、恥ずかしい話、これ着物じゃないですか、うんうん、で何かの件で俺礼服着なくちゃいけなくなった。ああ、はいはい、カビてた、はいはい、だいぶ着てなかったんだな。だいぶ着てなかったああ、それはあるかもしれない。しかもね、カビてたのが、うん、あの恥ずかしい話、うん、股関節よっぽど湿っぽかったのかな。酒飲んだんだろうねなるほどね。うわ、はい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 。でもその股関節のシミもそうだし、うん、一回シミつくと飛ぶんだよね。うん、そうかもしれない、うん、そこの一箇所だけにはとどまらなくなっちゃうから ね、うん、だから礼服もかびるんだなと思ったよね。確かにね、あ、確かにそう言われてみればそうかもしれない。だから黒いから目立つじゃん、うん、目立つね、うん、白いポツポツとかね、なっちゃってた日にはどうしようもないもんね。なんかでもさ、他のとこカビたとか言ってさ椅子のとこに出しづらいよな大丈夫です、目をつぶりますやだな、笑い話だとしても、うん、なかなか接触頻度の低いものについては、うん、まあ専門家に任せた方がいいと思うんです、うん、はい、ただ今まで専門家に任せるとお金かかってたからね、うん、そうね、ちょっと気軽にはできない感じはありましたからね、うん、はい、ただやっぱりこうなんて言うんでしょう、ここまでその時代が変わってきて、うん、専門家が非常にこう前に出てそういう仕事をきちんと、うん、今までよりもリーズナブルに受けれる体制になってるので、うん、まあ布団のことについてはことのほかこの石澤君にお願いした方が、はい、驚くような金額、まあ金額ベースで言うおすすめするわけじゃないけど、うん、今まで皆さんが思ってる以上にリーズナブルにお手入れをしてくれるので、うん、まあ、あの頼めっていうんじゃなくて一回相談するのが価値があると思いますね。お布団診察室にどうぞご相談ください。はい、だとお布団診察室の詳細を今一度お願いします。はい、お布団診察室は住所は山野辺町の駅前になります。で、まあ、お家で使わなくなったお布団、押し入れに入ってるお布団なんかの、診察をして、また使えるようにするのか、それともちょっとこういろいろ他の用途を考えるのかっていう形で、サービスをやっております。で、またお布団以外のものでも、どうぞご相談ください。はい、はい、ということで今日はカビ、着物についたカビの対象についてお伝えしてみました。はい、石澤君ありがとうございました。ありがとうございました。